さて、それでは今回は新しく始まったプロジェクトをご紹介していきましょう。ドローンアクセシビリティプロジェクトです。ご覧ください。それでは早速、ドローンアクセシビリティプロジェクトということで、どのようなものなのかお話を伺っていきましょう。車椅子ユーザーの中野正勝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速、今回のプロジェクト内容を教えていただいてよろしいですか？はい、ですね、ドローンアクセシビリティプロジェクトはですね、ドローンによって身体機能に大きな制限を抱える人たちに新たな楽しみ方や就労機会の創出を目指しています。これはそのどんなきっかけで始まったものなんですか？きっかけはですね、筋ジストロフィーっていう患者さん、梶山さんって方がいらっしゃいまして、その方が視線入力装置を使ったドローンレースゲームに夢中になりまして、そのゲームで操作できるんであれば、現実世界のドローンも操作できるんじゃないかと、テクノツールという会社の社長さんの島田さんって方にお話ししたことです。で、そこからテクノツールズっていう会社と、私が所属しているシアンの社長さん同士のつながりでプロジェクトが始動されました。それでは重度障害と言われる方々でもドローンを操作できるのではないかというところから、で今ご紹介があった中野さんは株式会社シアンの方で、そしてテクノツールさん、この2つの会社がタッグを組んでいるということなんですけれど、はい、それぞれの強みは何になるんですか？簡単に言いますと、テクノツール、まず最初のテクノツールさんの会社はですね、肢体不自由者向け入力機器の企画開発販売している福祉機器の会社になります。任天堂スイッチの障害者向けコントローラーの開発監修とか販売も担当しているところです。で、一方私が所属しているシアンっていう会社なんですけれども、こちらはですね、障害者や、高齢者向けの QOL 工場バーチャルツアーっていうのを開発提供しています。で、これは障害者が提供される側でなく、提供する側としても社会参画できるような未来を目指しています。じゃあそれぞれがタッグを組んで実際にということだと思うんですけど、今話題の中で上がっているその視線入力、視力の視という字を書いて、ね、視線で入力するということなんですけど、ね、目線っていう、ね、視線ですよね。そうです。視線入力ってどういうものになるんですか？これはですね、私も初めてなんですけども、見るのもね、PC やスマホなどへの入力操作をアシストする装置でですね、こういった重度の障害者の方にを 対象に、右視線入力だけじゃ実はなくてですね、頬に設置したスイッチと視線入力でテレビゲームを操作したり、パソコンで仕事やチャットができるようになる装置になります。で、それでそのドローンも操作ができてしまうっていうことなんですね。そうなんですよ。今回それを開発することになってました。なんかね、ドローンの操作っていうとやっぱり手でやっているのかなというイメージが強かったので、それがそのタッグを組むことによって視線の入力でもドローンを操作できるようになっていくということですね。そうですね。で、今回それが初めての開発で、今のところその会社でもそういったことは初めて、うち今回のテクノツールとシアンが初めての試みだというふうに聞いています。
して実際に5月にはテスト飛行が行われたっていうことなんですけれど、その時はその梶山さんが操作されたっていうことなんですか？そうですね、今回の実証で梶山さんの指示通りに離陸から上空10メートルまで上昇して、で前後左右あと回転、ドローンの回転で最後は着陸までの基本動作をすべてクリアすることができました。で墜落することなく飛行できたので、私としても大成功かなというふうに思ってます。そうですよね、なんかドローンってやっぱりそのなかなか操作が難しいといいますか、墜落してしまうことがあるっていうことをね伺ってたので、そういったこともなかったんですね。そうですね、無事に成功して自分もほっとしてます。本当ですね、ドローンってこう撮影などで、ね、使われているイメージもあるんですけれど、それ以外にも結構現場だと使われるものなんですか？はい、そうですね、私は主にやっぱり観光地だとかそういった撮影カメラ、ドローンにカメラが搭載されているので写真を撮ったり動画を撮ったりっていう撮影がメインなんですけども、それ以外にもですね、産業用ドローンとして農業で使われたりとか、農薬散布ですね、広い畑を農薬を撒いたりとか、ドローンで昔は以前はヘリコプターのラジコンで散布したりしてたらしいんですけども、それがドローンに置き換わって活用されるたりとか、あとは今よく聞く遠隔地に荷物をドローンで運んだりとか、島に運んだりとか、そういったことの活用も実現できるようになりそうですね。そうですね、そうすると重度障害と言われる方々がドローン操作が視線入力で可能になることで、その幅も広がっていくということですね。そうですね、そういうチャンスが生まれるのかなと、このね、で、テクノロジーを使ってそういった寝たきりの方にもそういったチャンスができればなと、切り開くことができればいいなというふうに思っています。そうですね、そうすると今後目指すものというのもやはりそのあたりになってくるんですか？そうですね、将来的には寝たきりの状態にある方でもベッドの上からドローンを操縦してパイロット業務に従事できることを目指しています。それでは中野さん、最後になるんですけれど、たっぷりねお話伺ってきましたが、ぜひこの動画をご覧の皆さんにも一言いただけますか？はい、ですね、多くの人に障害があってもテクノロジーを使って社会参画できることを知っていただきたいなと。で、障害者の人たちにもですね、一人ではできないと諦めないで、どうしたらできるかを一緒に考えて解決して楽しさを共感できたらなと思ってます。今回はドローンアクセシビリティプロジェクトについて、株式会社シアンの中野正勝さんにお話を伺いました。中野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。